はい、生川元隆です、今日もよろしくお願いします。前回はピンでやったんですが、今回は大変素晴らしいゲストにお見えにいただいています。私と同い年、今年60歳をお迎えになられました、猫組長さんです。菅原さん、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。でも事前の打ち合わせで困りましたよね。2人がそうテーマによっては思いっきりバン食らってしまうんじゃないかっていう。ニコ生じゃないじゃんですよ、ね、YouTube でしょ。だから気をつけないと、はい、まずいですよ。まずいですよね。まずい。ニコ生や X で私や猫組長さんが言ってるようなこと言ったら一発バンです。バンだね、はい、まずい。そういった今日はいろいろ自己規制というかハラハラしながら送りますので、危ないと思った時はちょっと後ろに座ってるスタッフの皆さん手を挙げてくださいね、うん、お互いちょっと気をつけながらやりたいと思います。はい、やりましょう。ということで、私はいつものようにスプリッタさんを見ながらですが、はい、お茶で。そういえば新しい本を出されました、ね。はい、ありがとうございます。こちらですね、あのね、朝日新聞からさっき広告拒否のお知らせが来ました。朝日新聞おめでとうございます。朝日新聞に大きい広告を出して30日に掲載予定だったんです。ところが中身を検閲されて差別的表現が多いと。はい、もう俺の本やでと。いうことで広告掲載拒否があるんですよ。朝日新聞ね、やっぱり最後の良識があったんですね。あった、そう。だけど広告料もらってなんぼやのに、はい、断ったっていうのは、はい、相当朝日新聞刺激したなと思って、はい、もう私もね、これサイン入りいただいてまだ中まで読んでないですけど、目次を拝見したら、はい、移民の問題とかですね、そういったものいろいろやっぱりちょっと YouTube では言えないような内容をですね、はい、堂々と書いてらっしゃるので、はい、そのあたりがやっぱり朝日新聞には引っかかったんでしょうね。言論の自由が詰まってます。朝日新聞が掲載拒否しました。もうこれがもう勲章みたいな、勲章ですね。勲章です。いや、もう保守派言論人から言うと勲章みたいなものなんで、そう。いや、私もですね、じゃあちょっと宣伝させていただきますと、はい、9月にですね、幻冬舎健城社長からの肝入りで、はい、あの箕輪編集者がですね、箕輪さんが担当してくださって、106億と化した男の人生論っていうのを出しますので、ぜひ期待しておいてください。読まない方がいいよね。そんな、いや、ちょっと待って。でもね、この間ね、うちのサロンメンバーさんで、はい、なんで私のサロンに入ったのかなっていう話題になった時に、はい、いや、実はあの井川さんがあの解ける、今文庫本になってますけどね、はい、これあの今なんと文庫本にして第16刷りまで す, すげえな、売れとんな、まだ読んでない人は読んでくださいね。で計算したらすごいで、これ の, その新刊が出た時、はい、ちょうど私が事件になって刑務所入った年ですから、2013年の11月に出てるんですが、その時に実は自分は博打でもう首が回らなくなってたどころか、もう首吊る寸前だったと、はい、井川さんなんかまだ借金じゃないですかと、はい、僕の場合借金じゃなくて手出したら弓詰めるどころじゃないお金に手を出して、もちろんもう友人知人にも借りまくってて、もう終わったと思ってたところに、これを読んだら106億負けてて本出して笑ってる人間がいるんだから、自分もまだ死ななくていいんだと思って頑張り直して今があるんですって言って、月10万円のサロン入ってくれてますからね。で、私も人助けしてるんですよ。そうなんだ。一人の命助けてるんですよ、これ。それ指がなくなるようなお金っていうのは安心ですよ。安心って溶かしちゃっていい、警察行かない。だからその代わり警察じゃないかないかもしれないけれども、うん、自分が東京湾に沈むかもしれないじゃないですか。いやいや、そう思うでしょ、はい、ところがそれを向こうは取り返さなきゃいけないから、今度言うこと聞くんですよ。あ、なるほど。いや、そんなことしたら取れませんよと。あといくらあったらそれ取り返せますかって言ったら、出るの、ずるずるずる。それ あれみたいですね、 M 資金みたいな。もうそんなもんで、あのね、すごいね、そういう厳しい金額って数百万単位が一番厳しいんですよ。なるほど。現実的にもう3000万とか5000万超えると回収するのに一生懸命で、向こうもすごい協力的になるんですよ。なるほど。どうやったら返してもらえるみたいな。そう、なんか大きいほどいいです、そういう借金。なるほど。安心です。そっか。俺あの時に55億だったんですけどね、はい、溶かしたのはね106億8000万ですけど、はい、事件の時に会社に残ってた借り入れは55億だったんで、うん、まあ、確かに協力的でしたね。そうでしょ。、うん、もうこれどう処理しますいう感じでしょ。そう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 、そんなもんなんですよ。なるほど、ね、はい、だからもうどんどんね借金しましょう。いや、そういう問題からではない。いや、話がね元に戻っちゃうんですけれども。
あのね、国務長さんの、はい、これの本、本当に、はい、あの朝日新聞に掲載拒否された。掲載拒否された。ひどいね、本当に。差別じゃないですか。そうですね、差別でしょ。でもね、腐って朝日新聞のこれで書籍の1ページ5段抜きっていうことはやっぱり数百万収入取れるし、 それなのに拒否って本当朝日新聞もまだ良心が残ってたんだな。 あるんだけど、まあ、ヘイト本なんでしょうね。ヘイト本になるんですね、うん、やったって感じ朝日新聞でもいいじゃないですか、拒否されたぐらいだからですが、私なんてこれ本当は話題にしたくない、相手の宣伝にしたくないんだけれども、あの大椿に訴えられてますからね、はい、私は。あ、そうですよね、どうなったの、進んだ。なんかこの間第1回後半は一応終わったのかな、はい、私早いね。あの第1回後半って向こうが指定してくるんですよね、うん、私もその弁護士先生、あの福永先生、はいはいはい、エベレストを登る福永先生にお願いしたら、うん、あのちゃちゃちゃっと片付けちゃいましょうっていうことでですね、あ、あのあんなもんはってどうしても事実関係ははっきりしてるわけですよ、うん、事実認定もクソもなくて、はいはい、あとはこれが名誉毀損に当たるかどうかっていう、もう裁判官の心証一つなんでやることないんですよって言って、でわざわざだから出る必要もないし、もうちゃちゃっと済ましたりしましょうっていうことで、僕は逆に僕も某主義を訴えてるんですけど、はい、弁護士に言ってるのは、とにかく時間、もう相手は疲弊する、俺はいくらかかっても何年かかってもいいから、だらだら長く引っ張って、もう最後まで行こうと。あの家業の方の考え方ですね。もうやりますよ、消耗戦やりましょう、消耗戦、分かりました、はい、頑張ります。いや、ぜひ頑張ってください。それは私も陰ながら応援しております。いや、もう陰じゃなくても、表からでも応援いたしますけれども、私の方はね、もうあの、前もちょっとライブで言ったんですけど、大椿に訴えられてるっていうのがですね、韓国でバカラやってる合間にね、シャッフルしてる合間に見たら産経新聞でしたら、え、俺訴えられてるって言ったら思わず吹き出したんですけれども、だすぐに弟から LINE が来て、なんか兄貴ニュースで見たけれども訴えられたんだって、あ、そうだよって言って、なんか社民党の 2,3 回繰り上がってやっと議員になった副党首とかって、そんなもう誰も知らないようなものに訴えられて鬱陶しいねって言われて、もうこれ向こうの売名でしょうとか言ってですね、なんで私あの X でもその後いじってないんですよ、うん、あのそうね、もっと行かなきゃダメですよ。いやいや、言ったの、言えば言うほど向こうが得するだけですから。そうはそうだね、売名したいんですから。そうだね、だってわざわざ記者会見開いてるんですよ、党本部で。で今回も私見たら記者会見開いたらいいじゃん。え、いやいや、だから向こうを得させるだけで、しかもそれやってですね、ヘイト反対っていう連中の間で私の名前が売れたところで別に得することないですからね、はい、なるほど、はい、なんか福永さんから聞いたのは意味のないものですけど、多分向こうは傍聴席に訴えたいんでしょうって言って、自分たちのサポーターしかいないんですけど、やっぱり一つ陳述書みたいなのがあって、これで誰かが喋りたい、本人だか誰だか喋りたいとかいうのが来てましたけどね、だってこっち側来てないところでね、こうね喋るっていうのはね、もう完全にアピールですよね。踊ってんじゃねえかな、傍聴席で。それは大抵させられるな、踊ったらなんででもリベラルって踊るの好きなんですけど、今回アメリカ大統領選に今回の カマラ・ハリス、はい、やっぱこうやって踊ってるとこ出てました。これだんだんセンシティブになってきたね、気をつけないと。危ない今ね、確かに危ない、ギリギリ俺今ねここをうっと言いかけてるからね、止まったんですけどね、危ない、はいはいはい、まあ歌って踊るのが好きですよね彼は。結局アピールの方法の一つがそういうどんちゃん騒ぎアピールするっていうのが定型化してるんじゃないですか ね目立たなきゃ彼はダメだから。まあ知性主義理性主義の対極にある、ね、うん、対極ですか。そう、本当にどうしようもないですよ、喋りづらいな二人とも固まってますよね、これ今頃もうこれニコ生だったらもう盛り上がりまくってんの、二人で ね言いたい放題言って、ちょっとなんかやっぱ YouTube ライブで猫組長さんと一緒になってやろうっていうのが、ね、ちょっと企画的にかなり無理があったんじゃないですか。厳しい厳しいな、どうしましょうかね、これ本当に。でね、ニコニコチャンネルプラスはやらないんですか。今んとこ予定してないんですよね、今度始められるんですね。そうそう、っていうのがもう僕も木曜日いずれ復旧するだろうからと思ってやらなかったんですよ。けどあまりにも復旧の目処が立たないから、うん、一旦救済措置ないけどインタラクティブな場面が欲しいからニコニコチャンネルプラスを立ち上げたんです。立ち上げたけど本来のチャンネル復活したらじゃあニコニコチャンネルもうやめですっていう行かないじゃないですか、みんな登録してもらうんだから、はいはい、だから今度は土曜日で2チャンネル持つことになるんですよ。大変だ、大変でしょ。だから土曜日の方は時間遅くしたりしてもう結構プライベートな内容にしようかなと思うんです、言論っていうより、はい、ライフスタイルとか。それ私いつもそうですけど、ね、ニコ生でいや酒飲みながら、うん、そうだねそれっちにちょっとやって、だから木曜日見れない人は土曜日に来てもらったりし、で2チャンネルやらなきゃ仕方ないなと思うんですよ。
今度じゃあ土曜日の時私がスピリタスのボトル抱えていきますから。あ、いやもうあの逆に出張していきます。そういえばあれですよ、考えてみたら私転生したら YouTuber になっちゃってるな。その生みの親は菅原さんですからね、はい、そうだよね。もともと私 YouTube もやってなかったしニコ生もやってなかったのが、そうそうそう、菅原さんがニコ生始めるんです、第1回配信のゲストでって言われていて、うん、その時にやったらいいのに、うんうん、やったらいいのにって言われて、そうそう、でニコ生始めたら始めたで YouTube もやらないともったいないよってまた別の方面から言われて両方始めちゃったんで、うん、ありがとうございます。おかげさまで月の飲み代の何割かは飲み代っていうより、それに結構時間とか労力割かれるでしょ、はい、それがいいんじゃないですかもう遊ぶ時間があったら飲んだり打ったりすることばっかりだから絶えずスケジュールを待ってないと、そういう世の中とねつながりをスケジューリングしなきゃダメなんです人間は。港区女子と飲む時間が制限されちゃう、それ減らしていいんです、その不健康のこと減らして。いやいや健康的ですよそれは。僕はね酒もタバコもやめましたよ。あら全然そんなんで長生きして何が楽しいんですか。いや長生きは山登るんですよね。そう山登るのに今体作ってて、びっくりですよ山登るってんですからね。山ですよ、すごい。もう本当ね低酸素のトレーニングいいですよ、体燃焼していやもう体動かすのってねめんどくさい方なんですけど、よ山登りって、まあ、やったら楽しいって気がするよね。あのやっぱり人間が住める環境って4000メートルぐらいらしいんですよ。でも4800メートルを超えるともう命の危険がある。それみんな登るじゃないですか。その先の世界を見てみたくてすごいと思いますよ。私は一足先に、はい、あのだいたい10億以上負けると普通の人はだいたい生存権超えちゃうんですけど、はい、その先のです、ね、100億抜けたところまで見てきましたからね。やっぱ違う、結構かなり低酸素な環境だったですけどね、もうね息が止まりそうだったですけどね命を落とす人もたまにはいるって話ですけどねまず最初にモンブランとおっしゃってました。今スケジュールをプロラと組んでるのはちょっと体作りましょうと、低酸素の環境での負荷をかけたトレーニングやって、来週からは 4000m、6000m あたりの酸素量で運動しましょうと。それで日本の低い山でいいかな、何回も上がったり下りたりする訓練をして、1年後にモンブラン行きましょうと。これで2年後ヒマラヤ行きましょうっていうスケジュールで体作ってるんです。どうです？すごいですよ。だって私と同い年でしょ、はい、自分じゃ言いたくないんだけど、お互い今年還暦ですよ。還暦超えてからエベレスト登ろうとかね、まあ、三浦雄一郎ヘリコプターで降りてきたけど87歳でね、はい、いやでもまあすごいですね。いやモンブランと俺なんか登るもんじゃなくて食べるもんだと思ってましたけどね本当にね。いやけど綺麗じゃないですかあのモンブランもね、まあ、すごいな。いやいいですよ。あでもくれぐれもあの事故らないように、逆にそんなもう死んで当たり前の環境へ行くんだから、はい、そこで死ねたらこんな華やかな死に方あると思います？いやちょっとですね、ちょっと私上村直美さんだと同列ですよ。いや、まあ、マッキリあたりでねえ、いや困りますよ、私にライブする相手が一人減っちゃいますからいやもう語りついてくれた、語りは分かりました、語りつきます。いやあれ言ってた通りになりましたよ。いやいやいや、まあ演技でも大変いや華やかでいいよな、けど最高じゃないっす、まあ、そうなんですか。そうですね、本当本当すごいと思う。ちょっと笑い声がそっち聞こえなかったんだけどいやいいな、憧れるわそんなね最後って。今日差し支えのなさそうなテーマって何だったっけ。パリでオリンピック始まるじゃん。あ、はいはい、オリンピック関連、オリンピックというと飲酒、はい、タバコ、タバコ、あなんていうか宮田翔子さんだっけな、あどう思われますあれ。いやこれ SNS 上でも巷でも結構分断というかいろんな論があるじゃないですか。かわいそうだ、たかがタバコぐらいでっていうのがあるし、いやもうそれオリンピックの強化選手でお金使ってやってるのがそれダメでしょっていうのは、いや僕は簡単だと思ってて、じゃあ交通違反もダメなのかみたいなバカなこと言ってるけど、故意と過失を一緒にしちゃダメなのがまず前提で、もう分かっててやってるルールを破ってるんだから、これ仕方ないなと思うんですよ。かわいそうですよ若いのにね、けどそれは自分がやらなかったらそうならなかったんだから、ここ仕方ないなと思うんです。私はですねこれ最初の情報ではたかがタバコでって言ってあれしたんですけど、その後やっぱり常習というか合宿で本来禁止ってなってるところでやってたって、ね、これは未成年飲酒っていうこととは関係ない。だからその点ではもう意見、うん、今はその情報を得てから一緒ですね。これは例えば大学生でそんなことしないけれども、まあ、私もそのこの間も言ったけどそのブランド変えたりする時で合宿したりもしたんですけど、まあ、夜はみんなで一緒にビール飲み交わしてねとかあるし、でもそういうところで昼間ビール飲んでるやついたらクビですわな、それね。そういう話でやって二十歳超えてる超えてないの問題じゃないんで、これはその集団での規律を守らなかったっていうことで、それがたまたま酒であり、それがしかも未成年だったっていうことになるとは思いますけど、だからあの
そこからですね、まあ、最初に私が言った論調で言うと18歳あ今日本っておかしいんですよね。投票ができるのは選挙権は18歳でしょ、うん、飲酒タバコは20歳でしょ、うん、でパチンコが高校卒業して働いてたら18から OK なんだけれども大学生だと20歳以上じゃないとダメだとかですね。あと競輪競馬も確か違ってたようなちょっとまあそのあたり正確に覚えてないんですけど、もうぐちゃぐちゃなんですよ。だから18歳まで選挙権を下げた時にやっぱり全部まとめてやっとくべきだったんですよね、うん、あの時にやっぱり度胸がなかったっていうか、うん、反対派が出てくるとめんどくさいから、うん、タバコは下げるなとかね、うん、ちなみに私が中国語の勉強した時に中国語の先生にね、はい、中国で何歳から酒タバコいいんだって聞いたら、はい、いやいつでもって言ってもう自主判断でしょ、ね、自主判断あのいつえじゃあどういう判断するのって言ったらいや自分で稼いで自分で吸うんだったら、うん、自分で飲むんだったらそれでいいじゃないかって、うん、ある意味すがすがしい自己責任だったですね、うん、なるほどね、まあ、ちなみにアメリカは21歳からかな、うん、だから昔私見た映画でですねまあ、私の若い頃っていうのはあのイコール菅原さんの若い頃でもありますけどベトナム戦争のまだ傷跡が大きかったから反省映画とかあるじゃないですかあのディアハンターだとかですね地獄の黙示録とかどれかの映画でベトナム戦争行ってこうやって構えてる若い兵士が18で徴兵制だから18で借り出されて人殺しさせられてるのにタバコ酒吸えねえの何がおかしくねえかとか言ってるのがあるんですけどねまずいワード出てますねあまずいんだこれでもこれ映画の話でしょ映画の話だからなまあなんとかね映画の中での言ってるセリフですからね、うん、なるほど、いや別にあのあの特定 の, あの民族を殺せとかなんとか言ってるわけじゃないんでねあのベトナム戦争の映画の中での話ですから、はいはい、でもここでやっぱりブレーキかけてもらわなかったら、はい、もしかしたら危なかったかもしれないです暴走したらやばい、うん、暴走したらやばいですね、うん、やばいやばいいややりづらやりづらいね YouTube ねそっかそれだから実は YouTube ライブ、はいあの普通携帯でこうやってやれるじゃないですか、うんうん、実はホリエモンや百田先生と一緒に宴会したりとか、はい、飲んだ時とかでもじゃあ今からちょっとやりますとか言ってねお二人やってた、うん、私がまだ YouTube 始めたの、うん、じゃあ自分もできるぞと思ってやってみたら、うん、あなたの声はできませんって出るんですよずっとねあのずっとなぜかわからないけど私はパソコンからならできるんだけども、うんこれ多分 YouTube 側の親心かもしれない。もう俺が酔っ払ってこうやってもう言っちゃったらそれでチャンネルが永久バンされないようにあの今はもうできる。できないです。まだできない。できない。だから私多分危険人物と認定されてて X あたりの Q アカウントもバンされてて、そのあたりとの兼ね合いで。やっぱダメだな YouTube。だって X の Q アカウント結局ちょこちょこ1ヶ月ぐらいの凍結食らってたんですけども。その中身見たらひどいのもあってスピリタスこれから飲むぞがダメになったってこれ多分あの当時私飲んでた港区女子で日本の X 当時ツイッター日本のツイッター社の働いてる女子がいたんだけどそんな話してたらやっぱりねあの日本も左翼の巣窟リベラルの巣窟だったから私がほら右で受けてたからもう嫌がらせみたいにもう中の人が勝手に落としてたわけあの AI じゃなくてで最終的に食らったのがそれが嫌だったから私アメリカ登録にしたんですよ日本のツイッタージャパンがいじれないようにアメリカ登録にしたらそれが裏目に出て民主党とバイデンのことを叩いたら永久バンそれまではあの1ヶ月で解決してたのに永久凍結もう何度もスタッフの原ちゃんに抗議の文章何度も書かせて抗議というよりももうお詫びの文章悔しいけどお詫びの文章書いたらダメで、ダメで15万5000まで言ってたの1年弱でそこからまた同じく15万まで戻すのに8ヶ月かかったかな、まあ、イーロンマスクになったおかげでそうね全くバンされなくなりました、非常にいいですね昔から見てる私のアンチがなんでこいつがこんなこと言ってんのにバンされないんだとかいつも疑問って書いてるからわざとそんな理由は分かりきってるさって言ってんだけど、うん、わざと教えてやってないんだけど前の創業者であるなんとかから、はい、イーロンマスクにオーナーが変わったからですよ、はいはい、別に俺が特別なんじゃなくて、うん、判断基準がまともになっただけですなるほどねまた余計なこと言われて、ね、あんまり X の話持ってくと X の中身になっちゃうからなだから本当ね通常のニコ生を早く復旧させてもらえないと困るんですよ、はい、もう YouTube なんかで僕らライブやったら大変なことになるから、うん、今やらないのが正解だなと思って、うん、私のサロンメンバーさんにね、うん、やっぱりその IT 系の方も何人かいらっしゃるんですけど今回のニコ生のハッキングの言ったらニュースになってるあの理由はそういうもんなんですかと言ったらそうですよってもう古いプラットフォームってもう継ぎ足し継ぎ足しでもうバージョンアップするのも大変バージョンアップするぐらいだったらここの一つのここの部分をバージョンアップしようとしたらもう全体をやり替えなきゃいけないっていうんで
でまあやりづらくなかなか後回しになってたんでしょうねっていう話なんですけどね、まあ、あれちょっとね今回のことに関しては私いろいろちょっと元経営者だったりコンプラの問題とかね、あの取締役会の問題とかそういうことから言ってね、私もこうやってね X で上げたくなってね、文章3行ぐらいまで書いたところで、あ、いかんいかん俺ニコ生にお世話になっとるなと思ってね、うん、あの一応触らないことにしてる。いやニコ生はもうドアンは批判しなきゃダメですよ。可能かも当然。いやこの間もね、僕プラスの打ち合わせするのにドアンを来たわけですよ、はい、で僕27日土曜日に1回目やるんですよ。ここでやるんです、まさにこのスタジオで。でお願いしたのドアンゴに、誰か簡単に経緯説明した人と一緒に謝罪しましょうと、頭下げましょうよと、僕も一緒に頭下げるからと、いうのは迷惑かけたの事実なんだから、うん、ところが夏野さんもそうだし栗田さんもそうだけど、一方的な説明しか自分らの言い分しか言ってないの、うん、YouTube とかに視聴者からの意見を聞こうだとか、それに対する見解を示そうだとかっていう姿勢がない。もうこれね、本当企業としてダメですよ。本当もうすいません、本当ポンコツ。夏野さん、栗野さん、私の発言じゃないですから。いや、いや、それで僕いつもドアンを批判するんだけど、はい、それでバンしてきたらしてきたでいいと思うんですよね。それ気にならないんだったら、もうそれだったらもう おしまいですよ、ニコ生なんか。まあ、私もね、あくまで事実関係として私の過去の経験であり、あの上場企業の社長会長をやってた人間から、しかも特捜にお世話になってた人間からの会社法違反でね、うん、そうやっぱり今回の問題は3つに集約されると思うんですね、うん、1つはまず技術的な問題で、やはりいわゆるセキュリティ上の脆弱性があるということを理解してたはずなのに、やっぱりそれはどうしてもあの費用の問題いろいろあるけど放置していた。これはまあ難しい判断だってのは分かりますけども、やっぱりでもそこから先2つ目と3つ目があまりすこぶるよろしくなくって、身代金払っちゃったこと、やっぱり犯罪集団に上場企業が、まあ、直接人命に関わるような案件ではないのに流してしまったことっていうのは欲しいんじゃないかなと思われてしまうことはしょうがない。でましてやそれで決定権は向こうにしかないんで、払ったらバーターでじゃあ元に戻してくれるって保証は全くないんで、現にプラスアルファ10何億って言われてる、それ払ったらまた次言ってきますよね。で3つ目はそれだけの金額のお金、多分絶対に社内規定で言うと取締役会を通さなければいけないって規定になってたはずなのに、この3つっていうのは特にあとの2つっていうのはやっぱり企業マネージメント上のコンプライアンス上どうかなって、一応私のね白地の時の借金だって各子会社の取締役会を通してた形にはなって議事録は残ってるからね、うん、ああ言っちゃった、もうその辺は置いといても、うん、実際視聴者とチャンネルの配信者に迷惑かけてるんだから、うん、そこをまず謝罪しなきゃいけないんですよ、うん、それがちゃんとできてない、まあそうです。昔クレームの窓口とか相談窓口って直接人が出たじゃないですか。今ボタンナンバー押してください、ナンバー押してくださいで、ね、なかなか繋がらない、はい、わざとしてるんですよね。わざとじゃないですか。もうそれと同じようなもんです、ドアンゴ、ね、もう直接謝罪しようだとか直接説明しようだとか、もう一方的な動画ばっかり流してもうふざけてるんですよ。もう大きい会社になっちゃったから、もう昔のあれ忘れたんでしょうね。あ、 お客様第一だとか、あ、視聴者第一っていうね、姿勢をなくしちゃったんですよ、ドアンゴは。おそらくだからこんな目に遭うんですよ。そこで私は一つはね、これドワンゴ批判というじゃなくて、結局あのドワンゴだった時代から今角川書店と一緒になったじゃないですか、うん、で角川がいい悪いとかそういう話じゃなくって、案外それでね、各マスコミがこの今言った私の問題点って一般企業だ、ドワンゴは一般企業じゃないっていう理由は後から言いますけどね、うん、一般企業だったら徹底的に叩かれてる部分なんですよ、うん、大王製紙がね、犯罪者集団に取締役会通さずに何らかの形であれその犯人の要求を飲んでたら、今頃朝日新聞なんかもう鬼の首取ったみたいにね書いてる、あの東京新聞なんか来てます ね、まあバンバン来てる、ね、そしたら紙打てやらないだけで、いやまあそれは置いといて、でそれは冗談ですけれども、あのこれは出版社新聞社はお互いのことを叩かないっていう不文律があるんですよ。週刊誌も全然書かないでしょ、週刊誌書いてないでしょ、だから角川と合併する前のドワンゴだったら徹底的にやられてるはずなのに、今角川書店グループだからね、だって週刊新潮と週刊文春のお互いに相手の会社の社長の不倫とか暴き出しちゃったらもう核戦争じゃない、核のボタンはお互いに押さないっていうね。だから今後どうなるか、この SNS の時代どうなるか別にして、従来はそれなりの知名度のある出版社新聞社を経営しているっていうことは核兵器持ってるのと一緒だから、だから出版社以外の会社はウクライナ、シリア、出版社新聞社は核保有国、はあ、
だからドワンゴは核保有国に併合されたからなるほどそこの領土を攻撃してくる核保有国はいないのよ。相互拡張破壊中はそれですね、はい、マッドですね、 MAD ですね、すごいね。でこの意見を多分日本で最初に言ったの俺じゃないかな今日バンされるかもしれないね、やばいいや YouTube は大丈夫です、あの SNS 側ですから。あそう、その代わり俺復活しても溶けるチャンネルは溶けてなくなってるかもしれないですけどいやあのそれはね、まあ、まずなくて、こんだけ自由に本当にドワンゴは評価、ね、ニコチャンネルって素晴らしくて早く復活してほしいから、うん、それを知ってるから言ってるの、ね、そう言ってるわけで何言っても許される、許されるチャンネルだったらもうドワンゴ批判さえもう受け入れなきゃダメなんです、うん、そうです、それだけ許さないっていうのはね、もう通らないから筋が、うん、もうじゃないとダメですよ。だって YouTube じゃもう絶対言えないこと全部言わせてくれてますからね、もう言える本当に自由だから、だからそういうところは素晴らしいですよ、うん、まあでも一応ちゃんと規制はあるんですよ、言ったらダメっていうのは一応あるんですよ。聞いたんだけど担当者最初にね、やっぱり、ね、何言ってもいいんだって菅原さんが言うから、いい一応ね聞いたら、いや一応ございますって言って、まあ、ただその基準のハードルの高さが YouTube よりも若干低いんじゃないですか。まあ行き過ぎた個人への誹謗中傷とかね、もうそれもある程度は OK なんです、はいはい、あと犯罪を直接示唆するのとか、うんはいはい、まあ、当然ダメなんだけど、もう大概大丈夫ですもうどうやったら引っかかるのかを探すの難しいから引っかかってみたいみたいなね、逆にニコニコでもうダメみたいなちょっとそれやってください。朝日新聞の広告掲載拒否されたっていうトライしたんだから、今度はニコニコでバンされる、バンされるとニコニコでこれでバンされましたみたいな、それやってますかやってみてくださいないんだよなないんですよね。けどでもそれで言うとすごいですね、あのすごいっていうのはイーロン・マスクになってからの X、うん、だってね、俺訴えられるような内容でもバンされてないもんね、うん、あそれでかな、あのほら他人からいいねの数が見えなくなったんでしょ。あそうなの、うん、あれも例の日本で杉田水脈代議士がほらいいねしただけで名誉毀損負けたからね、あんなあの日本の裁判官思いっきり左に寄ってるからね、いいねして宮崎さんとかでむちゃくちゃやん。それもあるんじゃないかな。だから、うん、他人から誰がいいねしたか分かんないよね。なるほどなるほど。はいはい、あでもあれか、いいねされた側からは分かっちゃうから。あ違うな。でもそうか、誰かのことをけなしたものにいいねしたとしても、そのけなされた側からは分からないから、そうか。だから訴えようがないんだ。ちょっとあの。いやけどここドワンゴのスタジオじゃないですか。はい。ドワンゴのスタジオで YouTube じゃないですか、はい、やりづらいねあついついね、あのいこのそうそうそう、ドワンゴだと思って言っちゃうもんね、あの大丈夫だと思って、やりづらい。